アルフレッド・バールベリはスウェーデンの風景画家であるストックホルムに生まれた父親は画家で母親はイタリア人の彫刻家の娘であったとしている父親から美術を学ぶが音楽の才能も示しスウェーデン王立音楽アカデミーでピアノとクラリネットを学んだしばらくの間楽団に雇われたピアノ教師をしながら1年間非正規の学生として スウェーデン王立美術院で学び、1856年には作品が美術協会に買い上げられた。1857年に多くの北欧の画家が留学していたデュッセルドルフに移り短期間風景画家のハンセギューデに学んだが、独学で修行を続け、オランダやベルギーを旅し、1862年にストックホルムに戻った。ストックホルムで4年間、 活動した後、1886年にパリに移り、当時フランスで流行していた風景画のスタイルを学んだ。1868年にサロンドパリに作品を出展した。1870年と1872年のサロンで入賞するなど、高い評価を得るようになり、1878年のパリ万国博覧会の展覧会でも入賞し、スウェーデンを代表する。 近代的な風景画家とされた。1866年にスウェーデン王立美術院の会員に選ばれ、1880年に授業を行う義務の内服教授の称号を与えられた。毎年夏はスウェーデン各地で作品を描いた。スウェーデン南部のトラーノースで没した。ありがとうございます。